はじめまして、カプコンシネマティックアニメーションアーティストの浅野哲恵です。ペンシャルアニメーションアーティストの井原博子です。この動画では、世界のスタジオと連携、カットシーン制作現場と題して、ロサンゼルスで行っているフルパフォーマンスキャプチャー撮影に焦点を当ててご紹介していこうと思います。本日はよろしくお願いいたします。まずは概要です。1、世界のスタジオと連携する理由とは ?2、 フルパフォーマンスキャプチャーの撮影現場を覗いてみよう。3、まとめ。以上の順番でお伝えしていきます。まずはこちら。1、世界のスタジオと連携する理由とは答え、AAA タイトル品質を出したいからです。そもそもカットシーンにおける AAA タイトル品質とは何か私たちはわかりやすく、ハリウッド映画を目標としました。でも、どうしたらハリウッドレベルの品質を出せるのか出した答えが、 だったら、ハリウッドで撮ればいいじゃないわかりやすいですね。この一言から、バイオハザードシリーズは世界のスタジオと連携し、フルパフォーマンスキャプチャー撮影に取り組んでいくことになりました。では、フルパフォーマンスキャプチャー撮影のメリットとはどんなものなのでしょうか答え、高品質な演技とフェイシャルが同時収録できることです。また、英語のネイティブ環境で撮影することで、 演技やセリフなどのカルチャライズのしやすさ、英語ボイス同時収録によるローカライズの効率化といったメリットもあります。それでは、フルパフォーマンスキャプチャー撮影はどのように行っていくのでしょうか ?2、フルパフォーマンスキャプチャーの撮影現場を覗いてみよう。撮影の流れを簡単に説明すると、カプコンが演出、演技、シナリオを決め、プリビズを制作します。それをもとに、撮影監督、海外シナリオライター、 プロダクション会社と協力してリファインする流れにあります。カプコンで作ったプリビスがこちらです。プリビスではユーザーにどんなゲーム体験をさせたいかコンセプトを決め、それを具体化することを大切にしています。ドミトエスク夫人を演じているのはバイオハザードビデッジのディレクターです。最初はみんな恥ずかしがって下手くそなんですが、開発が進むにつれ徐々に演技がうまくなっていくのは制作していて面白いところです。 ではいよいよ、このプリミズを元にしたフルパフォーマンスキャプチャーの撮影現場を覗いてみましょう。こちらがロサンゼルスで行ったフルパフォーマンスキャプチャー撮影の様子です。事前にアクターとすり合わせを行い、舞台装置の設営が終わると、監督指導のもと入念なリハーサルを重ね、本番撮影となります。事前準備や現場の円滑な取り回しが演技のクオリティに直結するので、監督やスタッフとの連携がとても重要です。 動画のようにヘッドマウントカメラを使用してフェイシャルも同時撮影します。撮影後、カプコンスタッフと監督で撮影内容のチェックを行い、納得のいく内容になるまで何度もテイクを重ねます。撮影が終わるとマヤ作業に移行します。撮影したデータをマヤ上でレイアウトしカメラをつけます。シーンのカット構成と全体の長さを確定させ、アニメーションのブラッシュアップを行っていきます。ここで大切にしているのは、 アクターの演技を生かしつつ、それぞれのキャラクターらしい動きやポーズになるように編集することです。また、映像作品と違うのは、21対9のアスペクト比に対応している PC 版や VR 対応としてカメラの外も編集していることでしょうか。カメラの外の動きが撮影時に撮れていない場合は追加撮影もします。ボディと同時にフェイシャルもブラッシュアップしていきます。撮影したフェイシャルデータは、 画像解析ツールで表情を解析し、アニメーションデータに変換されます。そこから、フェイシャルアニメーションのブラッシュアップを行っていきます。バイオハザードビレッジでは、どのような表情でもかっこよく美しくすることと、キャラクターと目が合う感じを重視して制作しました。フェイシャルリグについてもご紹介しておきます。バイオハザードビレッジでは、 トライラテラル社製の高性能なリグを使用しています。キャラクターのイメージに合ったモデルの表情パターンを 3D スキャンで撮影し、リグに組み込んでいます。表情と一緒に撮影した顔色の変化や細かいシワの変化も組み込まれているので、リアルな表情を制作することができます。これらの工程を経て、フルパフォーマンスキャプチャーで撮影した演技や表情を ゲームにに落ととし込んでいくことになります3まとめになります。カプコンは世界のスタジオと連携しフルパフォーマンスキャプチャー撮影を行うことで高品質な演技とフェイシャルの撮影・表現を実現させ結果「バイオハザード・ビレッジ」という AAA タイトルを世に送り出すことができました。ここまでフルパフォーマンスキャプチャー撮影に焦点を当てどのようにして AAA タイトル品質を目指しているかをお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか 少しだけでもカットシーンの制作現場をイメージしていただけたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。